はい、こんにちは、フォーシーズンズデザインラボ、代表の山下です。今日はですね、うちの会社から大体車で20分ぐらいの、近くの山に、ハイキングに、来ました。ちょっと最近運動不足なんで、これから山登りますから、じゃあ一緒にちょっと、撮影クルーと山登りたいと思います。で、早速なんですけども、ちょっと山田君この下見せてくれ、はい、いきなり何すかこれ、なんすかルギちゃん、これなんすかこれこれですね、まあうちのディライトのシリーズの、またあのレインのシリーズなんですけども、これレインスカートです。これも巻いてます。これラップ式っていうの、そうですね、まあ今日天気いいんですけども、例えばこう急に雨降って当然こう傘とか差しても、まあ、この辺はこう雨にね当たらないんですけども、やっぱり足元濡れちゃうんで、今ねこういう便利なやつがあるんですよ。こう巻いてスカートのように止める。ちょっと今日はこれを使ってね、ハイキングちょっと行きたいと思いますんで、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行きますよ。かけてきてください。これちょっと今日手ぶらでね、ハイキングなんで、普段はちゃんとこうね、リュックとかこうボールとか持って登りますけども、比較的小さな山なんで、今日はちょっと軽装で来てます。これねちょっと見てほしいんですよ。もう歩くときにですね、ここスリットっぽくなってるんでね、突っ張らなくてこうスムーズにこう登り、足がねこう動くんで、雨降ってるときも多分相当気持ち的だと思います。山田君、この前までちょっと、魚眼レンズになってたからなんで魚眼になってるのって結構視聴者さんからですね、問い合わせ来てましたけども、なんで魚眼だったの。いや、設定で、俺ずっと広角になってたんですよ。で、魚眼レンズ解除できないからなんとか広角にして歪んでるとこを少なくしようと思った俺もね、もうできたっていう。俺もね、おかしいなと思ったよいや本当に、真っ黒ジャガに申し訳ない。よし、予約ですっていうかまだ20分ぐらいしかあるんじゃない。風が吹いてる、気持ちいいよ。山山いやー、まあ30分ぐらいかな。結構まあ天気良かったけども、やっぱり結構傾斜もきつくて、ハイキングにしてはちょっとね、まあ、きつかったけども、無事、山頂来ました。見てくださいこの景色、めちゃめちゃ風が強いです。ちょっと風が強いからちょっとね、半袖だとね、寒いなっていう時は、見てください、これ。まず、このスカートを外したら、まあ、こういう、まあ、感じなんです。で、肩にかけて、こういう風に、ちょっと肌寒い時に、まあ、ブランケット代わりにもします。はい、これ今肩からかけてちょっとね肌寒い時に使えますっていうちょっと説明しましたけども、これもう一つこういう風にちょっとこれね、まあ、椅子ありますけども、まあこういう風に折ってちょっとしたこの敷物代わりにも使えちゃいます。ちょっと風強いんで難航しそうでこうやってね、これあ、いいですね、うん、こういう感じで敷物にもなっちゃうんで、まあもう1通り2通り3通りぐらいの使い方あります。どうだ、降りてきましたよ。いやー結構ね、正直きつかった。もう汗びっくりです。下りきつかった。下りがね、足に来たね、やっぱりいや本当ね、運動不足、うん、レインスカート本当に
人気な商品なんですよ。これもう実はですね、結構もう色によっては完売しちゃってるんですけども、今日ご紹介させていただきました。あと付け方はちょっとね、購入された方がわからないっていう人がいるので、後からちょっと差し込みでまた使い方紹介します。また別の動画で概要欄に貼っておけば見やすいかなと。ぜひぜひお願いします、はい、じゃあちょっと今日疲れましたけどもありがとうございましたありがとうございました。じゃあまた来週じゃなくて次の動画で、はい、よろしくお願いします。ここでね、もう一つだけうちのね、女性スタッフのゆりちゃんが言ってました。実はこれまあ降りてきてもうちょっと汗かいてるんですけども、まあ、中もちょっと着替えたいなって時に、まあ、当然このねスカートになってますから、このままズボンをサササササッと下ろしてこうやってまた履き替えるという、そういうこう使い方もできます。